吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。ことぶきから新しく発売されたフライミックスという人工飼料をご存知でしょうか。私の動画でも取り上げたのですが、この餌は長期的に与えることで個体の状態が整い、強制的な色上げではなく魚本来の自然な美しさや色上げが期待できるみたいです。本当にそうなのかというのを、家で生まれた色の薄いプラティと濃いプラティで約3ヶ月間にわたって検証しました。果たしてどうなったのか見ていきたいと思います。はい、今ですね、こちらにプラティたちを用意しました。それではいきます。入れよう、プラティオープン。おー、まあ毎日見てるんでね、おーっとリアクションするのもちょっとあれなんですけど、どうでしょうか。左側が色の薄いプラティ、右側が濃いプラティです。もうほとんど見分けつかないですよね。うん。飼育条件としては、色の薄いプラティは M 水槽という36センチ水槽で飼育してました。水温は冬の間も22度に固定し、換水頻度は1週間に2回です。餌はフライミックス小粒のみを与えていました。一方、濃いプラティは60センチ水槽で飼育。水温は26度固定、換水頻度は1週間に3、4回です。餌はフライミックス小粒のほか、冷凍赤虫、光クレストグッピー、テトラファンチップス、レパシースポン&グローなど、いろいろ与えてました。私の予想としては、色の濃いプラティの方が美しく大きくなるのではないかと予想していましたが、あんまり変わんないね。うん。ちょっと近くで見てみます。こちらが色の薄いプラティでございます。真っ赤だね。そしてこっちが色の濃いプラティ。色の濃いプラティはメスだけなんですよ。だからちょっと体型がね、いいのはまあそうなんですけど、あんまりね、大きさも変わらないんですよね。うん。綺麗ですよね。黄色いやつもいなくて、全部赤くなりました。だから、もしかして、その、プラティってこれぐらいの大きさで売られてるんですよ。だから、色の薄いやつも、色分けをして、赤く見せてるんではないかなっていう考察も、できますね。だから、もし遺伝に使うのであれば、こっちなんですよ。これは元から赤かったから。うん。だけど、販売されてる状況ではわからないですよね。それか、もしくは、プラティという品種が大きくなるにつれて赤くなる品種かもしれない。それも一つね、あるんですけど。はい、真上から見るとこんな感じです。うん。まあ、やっぱり色の薄いやつ、ちょっとこいつとか薄いかな。薄いけど、まあ、綺麗な赤ですよね。少なくとも黄色ではない。あと、オスもですね、メスと同じぐらいな体型なんですよ。痩せてなくて、みんな太ってるんですね。で、こっちは、色の薄い方は36センチで飼育していたけれども、別に体格差もないですよね。うん、こちらは60センチで飼育していた色の濃いプラティ。丸々と太ってね。いいね。あのですね、プラティもいずれ、増やします。めちゃくちゃ増やそうと思ってます。まあ、こいつかな、この、あ、指でやったらびっくりするんだよね。この子。この子に色濃いから、こいつをメスとして使って、あとオスはここから取ろうかな。はい、という感じで、今二つちょっと比べてみましたけど、どうでしょうか。私自身は、本当に差がないんじゃないかなと思います。あと、プラティのね、このレッドプラティという品種が、もう全身赤くなるから、本当にね、綺麗でいいですよね。しかも安いし、ホームセンターでも普通に手に入る。うん、これはいいよね。だから、フライミックスの力って本当すごいなっていうのはまた
改めてね、分かりました。このオスがすごい赤いんですよ、うん、赤ん坊の時黄色かったのに。だから本当フライミックスって長期的に与えることで本当に色分け能力があるんだなっていうのは分かりました。このオスとこいつですね、このメスを使って次のねプラティの子供を取りたいと思います。とりあえず綺麗に育ってくれてよかったです。吹雪テトラ、はい、ということでフライミックスはいい餌だと思いました。赤虫が高騰する中、赤虫の代わりとして使えそうです。ただこの餌は少し入手難易度が高いのと、餌を食べない個体も中にはいるようです。買う場合はいきなり大きなものを買うよりかは少量タイプを買ってみて、しっかりと食べてくれたならリピートしたらいいと思います。個人的に嗜好性も高く、水も汚しにくく、餌もあげた時のあのきつい匂いも少ないので、もう完璧じゃないかと思います。ことぶきの第1弾の餌なので、今後はどんな餌を発売するのか楽しみです。今日もご視聴ありがとうございました。この吹雪テトラチャンネルではアクアに関する情報を中心にガジェット系や PC 関連の動画も出しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、ことぶきフライミックスの実力を検証してみたでした。ありがとうございました。バイ。はい、おまけ編ということで、レッドワグプラティもこの60センチ水槽で育成していたんですけど、こちらはどうかな。全部 2匹いるんですよ。で、メスなんですけど、レッドワグに関してはね、そこまで赤くないんですよね。うん。あ、この2匹、丸っこいやつね。で、黒身も薄い。まあ、この子はまだ若いので、多分ね、これから、もうちょっとあと2、3ヶ月したら、だいぶ、良くなるかなとは思うんですけど、まあ、この子もね、最初黄色かったんですよ。だけどここまでね、ここまで赤くなりました。多分ね、この子たちは自分のことグッピーだと思ってますね。グッピーに混じって仲良くね、生活してます。あと、60センチ水槽がね、結構広いので、プラティもね、もうビュンビュン泳いで気持ちよさそうです。まあ今回、フライミックスがね、かなり良かったので、あれをもう主食としてこれからも与えていきたいと思います。以上、おまけ編でした。